失礼しました。お疲れ。どうだった？まあ、まあ焦らなくていいって。ありがとう。あの、あ、そうだ。ん？今日ごめん、夜バイトのヘルプになっちゃって。あ、うん、大丈夫。え、そうなの？結構苦戦してるらしい。マジか。なんかたっくんさ、精神的に辛いと思うんだよね。受験とか推薦でポンポン決まってたじゃん。だから余計。それって関係あんの？え？いや、受験と就活は違うでしょ。わかんないけど。まあとりあえず私といる時だけは就活の話やめようって思ってるけど。で、裕次郎はどうなの？え？就活だよ。俺は別に、まあ普通だよ。出たい。何？裕次郎って昔からそうだよね。裕次郎の置いた話、私一回も聞いたことないんだけど。苦手なんだよ、あんま自分の話すんの。もしかしてゲイじゃないよね？だったらどうする？ウケる。ウケんなよ。まあでもそうだよな。で、別にゲイじゃねえけど。だよね、知ってた知ってた。バカ言うな。でもさ、裕次郎ってずっと一緒にいるけどミステリーなんだよね。なんだよそれ。なんか私たちにずっと嘘ついてそう。わかんないけど。今日飲み行こうって言ってたっけ？うん、たっくんと。ごめん、今日パス。なんで？ちょっと予定入っちゃった。ないわ。ごめんごめん。あれ、大輔。びっくりした。何してんの？いや別に何も。何も？俺予定あるから。これ？これじゃないの？いや、嘘つくなって。待ち合わせだって俺と。は？今日メッセージ送ったの俺。マジ？とりあえず俺ん家来る。いや、ここまで来てなしとか言うなよ。俺飲み会蹴ってきてんだから。行くぞ。ちょっと待っ。着替えジャージに。ああ、お気遣いなく。敬語。ごめん。ありがとう。こういうの初めて？まあ、うん。まあ最初はそういうもんだよね。男を好きなんだけど好きって認められない。いざ行動に出てみたら途端に後悔しちゃって。いや別に恥ずかしいことじゃないよ。最初はみんなそう。男が男を好きになるなんて本来はおかしいわけだし。そうかな。そうだよ。
この先何年経とうが俺らが少数派である事実は変わんないし、社会から受け入れたふりをされ続けるだけ。それでも俺は男が好き。女よりもずっと。そんなつもりじゃん。じゃあどういうつもり？男とキスがしたいと思ったんでしょ？なんならその先だって。今日はどんよりなウィーケン、単純明快じゃつまんないし、悩むより小勢今にでも大それてるとみんな笑うけど、書き換えてやろう僕らのプロット。君の気持ちが痛いほどわかると僕は歌うよ。それがポップ。